界にはなぜ筋肉があるのか、そこから考え出す、どうも筋肉あるあるです。我々は筋力トレーニングにおける遺伝の解釈を間違えていたかもしれません。同じトレーニングをした時によりよく発達する人は具体的に何が遺伝しているのでしょうか。今回はその真実を紹介します。あとぶっちゃけ今回解決策はあまり紹介できていないのであしからず。まずは人類が遺伝に築いた歴史を見てみましょう。1954年、研究者のシェルドンらがいくつかの実験をした時、体格の異なる個人はトレーニングへの反応が違うことに気づきました。具体的には個人によって筋肉量を増加させる能力が異なる可能性がありました。しかしこの段階では男女差や各指標ごとの違いがあるのかは不明で、どんな能力がどのぐらい遺伝するのか、さらなる研究が待たれていました。2005年、モニカ・フバルらの研究グループはこの調査に乗り出します。平均年齢24歳の585人に利き腕でない方の腕で12週間トレーニングをしてもらい、その前後での筋力、筋肉量、筋断面積の違いを計測したんですね。結果的に被験者585人のうち232人は筋断面積が 15-25% 増え、これが平均的な増加幅でした。グラフでも大きなボリュームゾーンとなっていますね。しかし10人の被験者は 40% 以上も筋断面積が増え、36人の被験者は 5% 以下しか増えていなかったんですね。全体的な伸び幅は最小マイナス 2% から最大 59% と大きな開きがありました。そして驚くことに、等尺性筋力、腕を同じ角度にして発揮する筋力の結果にはさらに大きな開きがあり、 32% から 149% となりました。そしてマックス重量の向上率に至っては 0% から 250% と、努力では埋められない差があるようにも見えます。これは遺伝と解釈できる結果でしょうか。しかしこのチャンネルをご覧いただいている皆様ならこう思うでしょう。個人の成長率は食事や過去のスポーツ歴などにも左右されるのではないかと。この研究はこれから紹介する理由により大きな価値があります。あらゆる変数をできる限り排除するため、多くのルールが設けられていたんですね。まず過去1年以内に筋力トレーニングおよび腕を繰り返し使う仕事をした人は実験に参加していません。そして1日2杯以上のアルコール飲料を摂取したり、プロテインサプリメントやクレアチンなど筋量増加を引き起こすあらゆるサプリを摂取した人も排除されました。そして実験期間中もこれらの行動は認められておらず、腕を使う仕事さえ制限されています。食事は厳しく監視はされていませんが、いつもと同じ習慣的な食事習慣を指示されたとのこと。まあ、どこまで守っているかはわからないですけどね。論文から推測するに、トレーニングは週1回で1ヶ月ごとに使用する重量レンジが変わっており、腕の種目を5種目しっかりと行っています。プリーチャーカールでの筋力計測も慣れによる差が出ないよう最初に練習セッションが設けられていますね。これはトレーニーでの実験ではありませんが、被験者の行動がかなり統一されているため十分価値ある研究と言えるでしょう。実際に同じトレーニングをした時に通常より大きく伸びる人はいますし、伸びる率が少ない人もいるでしょう。では我々が遺伝と呼んでいるものの正体は何なのでしょうか。何が遺伝しているのでしょうか。1999年の研究に興味深い示唆がありました。この研究では子供が1人以上いる家族を対象に、彼らの骨密度と筋肉の関係を調べています。親は外して座りがちな生活をしている家族で、その子供たちはアイスホッケーのトレーニングに積極的とのこと。全身をくまなく調査した結果、骨密度は 34-54% の確率で子供らに遺伝していました。そして遺伝的に骨密度が高い子供らは筋肉量が多く、下半身の筋力が強かったんですね。すなわち筋力に関する能力そのものが遺伝しているのではなく、まず骨密度が遺伝し、それが後天的な筋肉の成長に影響している可能性がありそうです。確かに骨が強ければスポーツをより激しく行えそうですし、なんとなくバーベルも強く押せそうです。我々が筋肥大において遺伝と呼んでいたものは実は骨密度だったのでしょうか。これにより運動に関する遺伝も解釈が変わる可能性があります。まず骨密度が遺伝し、それによって筋力が高まりやすく、運動が人より得意になる、
これが正しい可能性もありそうですね。さあ話はガラッと変わって、今度は筋肉の形に関して見てみましょう。これにも遺伝が影響しているかはまだ分かっていないんですけどね。前回の動画のハイラット、ローラットと同じで、上腕二頭筋にも長い二頭筋と短い二頭筋があります。人によって筋肉の長さが違うんですね。この長さを筋腹と言います。筋腹はあくまで一つ一つの筋肉での話で、二頭筋の筋腹が長ければふくらはぎの筋腹も長いという現象は起こりません。二頭筋の筋腹が長い人は腕全体が太くなりやすく、大木のような迫力ある腕になることも。腕を曲げた際には上腕全体が大きく見えますね。反対に筋腹が短い人は全体の迫力の代わりに二頭筋の高さが出やすいです。上腕の中で力こぶだけが独立して張り出す印象を与えます。二頭筋と前腕の間のスペースが違いますよね。例えばボディービルダーであり有名な筋トレ YouTuber である加藤翔平さんは二頭筋の筋腹が短い方の一人でしょう。二頭筋の高さがとても高く、力こぶがくっきりと独立して発達されていますよね。加藤さんは最近お怪我をされていたとのことで、無事に治られることを心より祈っております。さあ自分の二頭筋のタイプがどちらかを判別してみましょう。腕を90度に曲げて二頭筋と前腕の間に指を入れてみてください。この時二頭筋と前腕の間に指が2本以下しか入らない場合は筋腹が長いタイプ、2本以上入る場合は筋腹が短いタイプです。どんなトレーニングをしてもこのタイプ自体を変えることはできませんが、例えばハンマーカール系の種目は上腕全体を太くする効果が、腕が頭より上に来るケーブル種目では二頭筋の高さを出す効果があるので、遺伝の範囲内での改善は狙えると思います。どちらも解説動画がありますので、よければぜひ。自分の強みを生かすか弱点を改善するかはあなた次第ですので、まあ、こんな特徴があるよというふうに軽く参考にしてくださいませ。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回。バイバイ。